エディ・カンターは、アメリカ合衆国の俳優、コメディアン、ダンサー、歌手、作家である。エディ・キャンターと表記されることもある。日本では、カンターをもじった、カンタの愛称が付けられ、出演映画の放題に付けられたこともある。芸名の、エディは、後に妻となる恋人、アイダ・トビアスが付けたものである。また、カンターは、育ての親である母方の祖母の名字、 キャントラウィッツを短縮したものである。これは学校に上がる、際の手続きで誤って、祖母の名字が使われてしまい、担当事務員がそれをカントルと短縮したことが始まりである。ハリウッド・ウォーク・オブ・フェームにおいて、映画、テレビ、ラジオの3つの部門で星を送られている。百九十二年に、ニューヨークで、ロシア系ユダヤ人移民の息子として生まれる。生後間もなく両親が、 相次いで亡くなったため、母方の祖母に育てられる。祖母は訪問販売で生計を立て、カンターを育てる。バウリー劇場のアマチュアナイトで5ドルを勝ち取ったことで、自分の運命を悟ったカンターは、1907年にニューヨークの舞台でボードビリアンとしてデビューし、ガス・エドワーズ一座のメンバーになる。その後、ディラリーとコンビを組んで、カンターリーとして巡業するようになる。 コミック歌手として人気になると、工業王、フローレンツ・ジーグフェルドの目に留まり、1917年から、ジーグフェルド・フォリーズにレギュラー出演する。これ以降、ブロードウェイでも活躍するようになる。1920年代には、ハリウッドに進出。1930年代には、ラジオ番組を持つようになり、人気者となる。1933年から1935年まで、 映画俳優組合の代表を務める。ハリウッドの大物プロデューサー、サミュエル・ゴールドウィンと契約した1930年から1936年までの間、ほぼ毎年、ミュージカルコメディの大作映画に主演し、ハリウッド俳優として全盛期を迎えるが、契約が切れた後は作品に恵まれず、映画俳優として低迷する。しかし、 ラジオ番組での人気は1940年代になっても衰えることがなかった。1950年代に入るとテレビにも出演するようになるが、1953年に心筋梗塞を起こして、以降は半ば引退した状態となる。その一方で、同年12月にはカンターの電気映画、ザ・エディ・カントール・ストーリーが公開される。1964年に、 心筋拘束で死去。1914年に、アイダトビアスと結婚、5人の娘を設ける。1962年に、妻、アイダを亡くし、2年後に亡くなる。ありがとうございます。